はい、こんにちは。パスガードフィットネスの白木アマゾン大輔です。今日はですね、相手が2シールドに来た時に、まあこうそれをまあちょっと意外な局面からパスする方法を紹介したいなと思います。では行ってみましょう。GO。はい、では相手がこうクロスに行こうとした時に、こういう状態で、2シールドしていった時ですね。まずやることは、まあ、通常通りこのままで脇を刺してパスするっていうのはありなんですが、この場合は、例えばこちら側でズボンを持ちましょう。で、できたらこのすねに対して、自分の拳がこう原骨が当たるように持ってくると良いと思います。で、そしたらこのまま、体格こっちのエリアをこっちやりましょう。で、まずやることはこの右足側をこの相手の骨盤につけるようにして、つけるようにして、で、この自分の右肘をここにつけるようにして大きく上向きします。で、そしたらまず最初にできることはこのまま、まあこれでこの人があまりここでもう終わってしまってたら、このままゆっくりとパスガードまで持っていってください。この状態から西、必ずすねを持った胴着側はパンチするようにして、で、こちら襟を持った方ってのは、こちらが要はある種ベースになります。ベースになるので必ず持って、で、この足を必ず右足を戻すようにして、こういう状態です。で、まずこの状態まで持ってきた時に、相手はこの今エビちょっとこう相手を押さえてないんですよね。だからこの後エビとかしてくる、あります、こうやって瞬間的に。でもある程度それも読んでるんで、頭をこの帯の付近に持ってきて横に飛んじゃいましょう。横に飛ぶと今こういう相手背面で自分が後ろについてる状態なんですね。これもかなり有利です。このまま、こっちに向いてきたら別にこのままサイドに行ってもいいし、例えばこのまま残ってるんだったらすでにもうバックまたはマウントの展開になると思います。もう一回いきます。手がこの2シールド、まずこっち行こうか、2シールドしてこういう状態ですね。これよく展開であります。そしたらこういうの場合なんですけど、まあ、結構この動きが強くてこうなってるときできたらこう、こっちで袋でズボンを持っちゃいましょう。できたらこうすねに対して拳が当たるように持っておくと足を開くことができます。で、頭をつけに行くんですが、つけるようにして膝をこっち戻すようにして上抜きで戻します。まずこのままサイドに行ってもいいですし、まあ、今だとこの状態のままなんで、このズボンを完全に押さえ込んじゃって頭をつけるようにしてすぐ手を離してこの状態まで持ってくるのをおすすめします。まあ、ここから別にマウント行ってもいいし、サイド行ってもいいし、これはね、さまざまですね。ラスト、じゃあ流れていきます。以上です。はい、以上が2シールドからのパスガードの紹介になります。まあ、これはあの通常の脇出しパスガードもできて、ついでに今やった技もできるとかなりパスガードの率で上がります。なので、あとは上抜きする際に必ず足を戻す、必ずこう、膝が入ってる側と逆の足をしっかり骨盤側に戻してしっかり上抜きをして、パスガードするっていうのをお勧めしてます。よかったら参考になさってください。あと、このチャンネル良かったと思ったらチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。